ゴーズ賞ジェントルマンクラス AC グループの予選が始まろうとしています。それではスターティンググリッドをご紹介してまいりましょう。ポールポジションはゼッケンナンバー29番 COB カート中野博之。水波は初めてまたは久しぶりということだと思います。中山また九州シリーズに参戦をしています。しかもノービスクラスで出ている選手です。水波のポール、どんなスタートを決められるか。セカンドグリッドはゼッケンナンバー2番です。ゼッケンナンバー13番アッシュ富田信明。2列目3番グリッドはゼッケンナンバー15番競泳サービストレンタクワトロ名古屋大田場雅也。4番グリッドトレンタクワトロ奈良山本孝也。3列目5番グリッドアッシュ竹内秀幸。6番グリッド8番チーム赤坂古川豊久。7番グリッド2番チーム赤坂渡辺勝。8番グリッド17番チーム近藤レーシング金子忍。9番グリッドグローバルプラスウィズレーシングクラブ相馬修司。10番グリッド39番 RT ヒストリー永井康隆。11番グリッドワイズファクトリーレーシング長渕博之。12番グリッド桜井康美。13番グリッドチームグローバル岡崎司。以上13台です。戻りましてシグナルブラックアートスタート切られました。中野を先頭に1コーナー、 2番手には富田信明、3番手には大沢となっています。スターティンググリッド通りの3コーナーから4コーナーという状況ですが、5コーナーでオーバーテイクを仕掛けていくのは渡辺勝です。しかしここはチームインというところで無理はしないというところだったんでしょうか。現在7番手のまま先頭は中野、2番手には富田、3番手には大沢雅也、4番手に山本、そして5番手争いラインを探っていく古川に対しましてどうでしょうか。現在4番手のピンクのヘルメットのこれは大沢の後ろですよね、山本隆也のペースがどうでしょうか。これからどのぐらい上がってくるのか期待したいところですね。さあトップ2はかなりの接近戦、1コーナーから2コーナーにかけて横に並びかけてきました。富田信明、先頭の中野を捉えましてトップに浮上です。2番手の中野博之、前の富田を逃がしてしまうのか。5コーナーから立ち上がってきます。中野博之、水波は初めてまたは久しぶりだと思うんですけれども、かなり乗れてる感じです。元気も良さそうでした。現在2番手中野、その後ろにはベテラン水波ベテラン勢です。大沢雅也がいて、山本隆也がいて、竹内秀幸がいて、さらには古川豊久。ここまでがトップ集団と言ってもいいかなと思います。現在6台のトップ集団です。少し離れまして APG のノービスのチャンピオンがやってきました。渡辺、その後ろがゼッケン17番の金子忍、そしてこの金子忍もジェントルマンノービスの仕様なのは初めてのパッケージなんですけれども、女子ドライバーです。その後ろから立ち上がってきますのは相馬修司。ちょっと苦しんでる感じでしょうか。相馬修司現在はですね9番手につけています。でもペースは良さそう。タコズボ立ち上がりでオーバーテイク、金子忍を捉えました。ゼッケンナンバー1番の相馬修司、今回も北海道からの参戦です。その後ろ金子忍がいて、緑のヘルメットは南ポロから来ました桜井のすみです。南ポロのメンバーもまたありがとうございます。そして桜井康美の後ろ、これはですね久しぶりのゼッケンナンバー39番ですから永井康隆がいて、ヒストリーのメンバーもこうして参戦をしています。その後ろが長渕博之がいて、少し離れて今最後尾なんですが岡崎司がつけているんですね。グローバルからの参戦です。スーツがまた本当に懐かしい感じで CRG のカラーリングの当時を彷彿させる、そんなカラーリングのスーツを着用しています。そして動いたのは桜井康美を捉えていきました。長渕博之が一つポジションを上げたタコツボからの立ち上がりです。鉄拳36番の長井康隆がポジションを一つ上げ、今度はバックストレートエンドでは長渕がポジションを上げていったという状況になりました。さて先頭の方に目を移していきますと、
頭は富田のバーキン、残り周回は4周。2番手との差は5番8号に広げています。2番手中野博之、3番手山本隆也、オーダーの方は変わらないんですが、この上位陣の中でペースがいいのは4番手につけています大沢雅也です。タイムの方がこの周回では良くなってきそうです。全体、セクターバンドは全体のベストをマーク。先ほどの周回では富田信明が全体ベスト、サッカーステストを記録しているんですけれども、その他の選手もこの周回でもタイム上げてきそうです。先ほどの周回のパステスト52秒070で富田信明が出しました。この周回では富田はこのタイムを上回るところにはつながりませんでしたが、でもその他の選手もパステストの富田のタイムには及ばない状況です。ほぼ52秒0をマークしているのが山本隆也であり、また小沢雅也もペースを上げてきています。5コーナーから立ち上がってきます。トップ富田信明、今シーズンの第4戦水波でジェントルマンクラスは初めての優勝を飾りました。そして今度は5番手争いです。タコツボ横並び立ち上がってきて、古川豊久と、そして竹内秀幸との戦い。現在5番手には古川が、竹内秀幸が6番手につけています。その後ろからペースを上げてきていて、この2台のバトルに参加をしようとしているのが同じくチーム赤坂の渡辺勝。残り周回は2周となりました。2番手3番手が接近戦、もう2コーナー手前ではついてしまいそうなぐらいの接近戦となっています。2番手には中野、3番手には山本となります。この水波走った経験とすると山本の方に分があり、中野としてはまだこのレースウィークに来たというような状況なんですが、さあ2番手争いです。タコツボで動いてきてクロスを取って戻していきます。2番手再び中野が戻していきました。そして2番手争いに追いついていきましたのが4番手の位置から大沢雅也。帰ってくると残り周回が1周、ファイナルラップとなります。先頭の富田信明は2番手以降を1秒以上引き離しています。残り周回1周ファイナルラップ。2番手争いは1コーナーでは横に並びかけてきた、中野の横に並びかけてきた山本隆也、前に出て2番手に浮上。3コーナーでは戻せるか、若干おはじきのようにヒットがありながら立ち上がってきた。5コーナーから立ち上がってきて山本、中野、大沢雅也の3台です。2番手争い、タコツボでも動いてくるかどうでしょうか。動いたのは大沢雅也、飛び込んできた。4番手の位置から3番手に浮上、そしてラインをスイッチした中野は前を捉えることはできずに4番手にドロップ。残すところ最終セクションのみ。先頭の富田は2番手以降を1秒3以上引き離しているような感じです。そして2番手争いの3台の戦いはここで決着をつけ、トップチェッカーは富田信明、2番手には山本、3番手には大沢雅也、4番手中野博之、5番手には古川豊久、6番手竹内秀幸、7番手渡辺勝、8番手相馬修司、9番手金子忍、10番手に永井康隆とトップ10となっています。ファステストはトップチェッカーの富田信明です。2番手との差1秒7つけていきました。以上、ジェントルマンクラス予選ヒート AC グループでした。